どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中根人、エルザです。今回は、ヨミとピックアップ中の星音キャラと実際にパーティーを組んだらどれくらい攻略できるのかというのをやっていきたいと思います。原神とかしてる方はわかるかなと思いますが、スタレの星音もピックアップの星5と基本相性がいい子が選ばれる傾向になります。なので、実際にこの4人でパーティーを組んだ場合、どこまで強く扱うことができるのか試していきたいと思います。それでは早速解説していきます。それでは解説やっていきたいんですけど、今回は裏庭と模擬宇宙それぞれでやっていきたいと思います。それではまず裏庭から見ていきましょう。裏庭ではサム戦をやっていきたいと思います。サム戦に関してですが、弱点をつけるのが読みしか今回おらず、雑魚敵がかろうじてペラで対応できるかなという編成になってます。なので正直相性は悪いですね。弱点の属性相性はパーティーとして最悪なので、頑張ってデバフを貯めて読みの必殺技を回してもらおうと思います。まあ、正直一人倒れるぐらいだったらまあいいかなという感じです。それでは戦闘を見ながらですが、この編成の相性っていうのを見ていきたいと思います。この相性に関しては実はめちゃくちゃ相性がいい編成となっています。でその理由についてなんですが、1つ目、残務を溜めやすいデバフ編成。2つ目、攻撃主体なので回復条件と相性がいい。3つ目、単攻とダブルアタッカー編成となります。それでは1つ目、残務を溜めやすいデバフ編成というところですが、デバフに関してですが、テラとギャラガーはデバフをつけれるサポーターとして有名だと思います。なんですが、単攻も実はデバフ持ちです。条件はシビアなところがあるんですが、スキルで会心が発動すると 100% の基礎確率で速度低下を付与というのがあります。会心発動が条件となりますが、スキルで狙えるのはお手軽な方だと思います。また1突していれば会心率もちょっと上がるので、より狙いやすくなるっていうのがありますね。これに加えてフェラに決意を持たせてギャラガーで必殺技と強化攻撃をうまく回せれば、安定的に残務を貯めるっていうことができます。SP 管理もフェラとギャラガーでコントロールできるので、相性がいい組み合わせっていうところなんですよね。続いて2つ目、攻撃主体なので回復条件と相性がいい。この編成のいいところとしては、回復方法と相性がいいという点です。ギャラガーの回復条件は攻撃がトリガーになっています。その点を考えると、デバフを与えるために攻撃をする編成となっているため、回復をしながら戦うことが可能となります。もちろんギャラガーの必殺技の後で全体回復もできるので、安定感はある程度溜まっているのも魅力的なところと言えますね。バッファーがいない分攻撃が回せるので、ガンガン殴って状況を好転できるのもいい編成だと言えます。続いて3つ目です。単攻とダブルアタッカー編成になるっていう点です。単攻とダブルアタッカー編成ができるというのも魅力の一つと言えます。この編成だと読みだけ火力を出すことになりますが、単攻もサブアタッカーとしてはかなりいいキャラだと思います。星音キャラの中でもスキルは 260%、 必殺技は 400% と倍率が実は高めとなっており、ダメージに期待ができるという部分があります。サムにおいては弱点がないので猛威は振るいませんが、弱点さえつければ非常に強いキャラと言えますね。まあ、星音最強アタッカーと一時期言われてたところもありますからね。この編成だと常にスキルでデバフを狙うので、サブとしてはしっかり火力を出してくれると思います。今回の編成を使ってみて感じたのは、デバフ発動や回復の条件などを見てみると、思ったよりも相性がいいのが分かりました。特に SP 管理の部分では通常攻撃でも活躍できるペラがいるので、コントロールがしやすいように感じますね。攻撃と回復の両立もできるので、ガチャでしっかりキャラが引けていればそれなりにいい編成が組めるのかなと思います。それでは実戦の方を見ていきたいなと思うんですが、まあ、なんとかね大きい機械の方を倒せたので、残りはサムだけとなってます。第1、第2ウェブで出てくる紫の機体に関してなんですけど、あいつがどれくらい残ってるかによって味方の耐久も変わってくるので、だいぶ変わりますね。で、あとは、まあ、ペラーが今生きてるような状態なんですが、まあね、連続で攻撃を食らったりすると、この後ね、耐えきれず倒れてしまいます。まあ、防御力ね、ガンガン上げてたけど、それでもっていうところですね。まあ、ギャラガンの回復もちょっと遅れると、今みたいにすぐ死んじゃうっていうところです。まあ、ただ、このままゴリ押しはできそうなので、このままやっていきたいと思います。
なんとかね、読みの必殺技で終了と、まあ、いい感じに終わりました。それでは模擬宇宙についてもやっていきたいと思います。今回も黄金と機械の難易度を攻略していきたいと思います。まあ、こちらができればそれなりの編成かなと思います。準備としてはカンパニー地獄サイコロでソンゴでいきたいと思います。サイコロはいつものやつっていうところですね。で、今回ソンゴを使っているんですが、まあ順守とか知恵とか使ってみたんですけど、どうしてもね成功できなかったんですよね。会心2000とか持ったとしても火力よりも耐久面で先にやられるっていうことが多かったので、まあそれぐらい耐久面で心配があるから今回はソンゴにしています。まあ実際何回もやってたんですけど、一撃でやられるので、まあソンゴの方が最終的には安定したっていうところです。なのでソンゴですね。それではまだ編成についてどんな感じのステータスなのか見せていなかったので、ステータスの方を見せていきたいと思います。まず読みについてです。持ち公園水で死水と出雲のセットにしてます。よくある組み合わせですね。大事な火力源なのでそれなりにしっかり育ててます。炭鉱は死水と星々で会心率発生を狙っています。炭鉱に関しては会心率が高くないとどうしようもないところがありますので、デバフを狙うなら会心率よりのビルドがいいかなと思います。テラは狩人と戦士を採用してサポーキに徹するようにしています。ギャラガーは怪盗メッセの複合で撃破特攻と速度を確保してます。オーナメントはタリアで撃破特攻の底上げですね。異物としてはそれぞれこんな感じになりますね。で、この編成なんですが、まあ、見てもらった通り防御力がめちゃくちゃ低い編成となっています。なので異物に関しては見てもらった時にいつもと違うなと思った方も多いかと思うんですが、足は速度でオーナメントには防御を一つ採用しているという形をとっています。火力よりもまず耐久っていうところですね。で、デバフの回数とギャラガーの必殺技の回転がこの編成の肝になるので、あえてこちらの装備にしているっていうわけです。まあ、模擬宇宙だけでなく裏庭の時もこちらの異物構成にした方が意外と安定はしてましたね。特に炭鉱の防御力がほんと低いので、防御力を上げるものを一つ入れておくと全然違ったなっていうのがあります。ただ防御力とかはある程度高くても高難易度だとあっという間にやられるっていうのもありますので、まあこれぐらい持っててもまあギリギリかなっていうラインでした。それでは必殺技を使ってガンガン削っていきたいと思います。あと今回スウォーム戦を選んでますが、まあスウォームの方が倒しやすいっていうのはありましたね。ダメージの通りが全然違うのでこちらの方がいいです。あとはソンゴにして本当安定感は上がったというところですね。とりあえず攻撃に耐えれるのはでかいですね。さあギャラガーの攻撃をして読みの必殺技が溜まって、模擬宇宙の方も読みの必殺技で終了ができそうです。配信率とかね、配信ダメそれなりに高くはなってますが、このぐらいのステータスで十分な感じとなってます。さあ綺麗に決まりました。ということで今回はピックアップのメンバーで読みはどこまで強くなるのか、まあ、いかがでしたでしょうか。各キャラのデバフがいい感じに噛み合って相性が良かったなと思います。何よりガチャを引いただけで揃うのがとてもありがたいんですよね。個人的にはやってみて思ったよりも相性良くてびっくりしました。もちろん最適な編成には劣りますが、編成難やキャラクター不足なら十分な編成になると思います。キャラが少ないよっていう方はぜひ試してみてください。ただこちらに関しては結構ガチで育てないと難しいなっていうのがありますので、そこだけは注意しておいてください。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。